さあ2035年問題みたいなのが、今度はこうそういう問題が出てくるんですけど、35年問題、要は10年ちょっと後に何が起きるかっていうと、はい、団塊の世代の人たちが大量にいなくなる。今ですでに団塊の世代の人たちって78歳とか80歳近く後期高齢者になってるんですね。でやっぱここから10年でも90歳じゃないですか。でやっぱりまあ平均寿命を超えてくるんで、こっから10年というのはその団塊の世代の人たちを見取っていく10年なんですよ。そうすると急速に保険診療とかそういったところのビジネスが縮小していくんですね。今もうすごい勢いで減ってますけど、だって今年ね、はい、あの何万人でしたっけ、70万人、出生数が僕らの頃200万人生まれてましたから、うん、毎年全然違う、3分の1とかになってるんで、はい、やっぱどんどん人口減になっていくんですよ、うん、そうするとその保険診療のマーケットって急速になくなっていって、病気になった人を治療する医者っていうのがだんだんいらなくなってくるんですよ。医者も看護師もみんな余ってくるんですよ。っていうのが、はい、このまま進むと10年後にはそうなりますよってことです、うん、だから国は確実に予防医療の方にシフトするはずなんですよ。で高齢化進むと今までのように運動もしない、食事もなんかいい加減、生活習慣ダメみたいな人が寝たきりになって、はい、高額な医療費をどんどん使っていかれると困るんで、うん、困るっていうかその社会保険料とかそういったところがそのもう破綻してくるんで、うん、福祉予算みたいなところが破綻してくるのは間違いないんで、うん、だからそこはあの予防にシフトしようってなってくるはずなんですよ、ここ10年で、うんうん、そうすると一番大事なのの一つはスポーツなんですよ。これからだから一般の人たちがスポーツに触れるっていうところがめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。だから東京オリンピックだったんですけどね、はい、1年延期して無観客になっちゃったでしょ。あれがきっかけになってみんなが運動するようになるっていうのが実は東京オリンピックの隠れた目的の一つなんですよ。なるほど、そうだったんだ。そうなんですよ。1964年にあの初めて東京オリンピック開かれたでしょ、うん、あの開会式だっけ閉会式だっけの日が体育の日だったんですよ。ああ そ, うですね、そうですよね、はいはい、10月10日が体育の日になったのはオリンピックきっかけなんですね。へえ、そうなんだ。でオリンピック選手を見て俺も運動しようってみんな思ったんですよ。運動の素晴らしさを知って自分も運動しようってなって、うん、国民的に運動するようになってみんな健康になっていったんですけど、うん、それをもう一回やりましょうっていうのが実は東京オリンピックのもう一つの隠された目的だったんですが、うん、全くそうならなかったと。コロナのあれでね、コロナのせいで、ね、予測できなかった。もう本当不運ですよね、うん、っていうことがあるので、はい、これからスポーツ産業って僕はもっと盛り上がると思ってるんですよ。特にその見るだけじゃなくて、うん、自分がやるっていうね、その参加型プレイするっていうことですね、はい、それがこれから多分キーワードになってくるんで、僕も大学生の前半までは運動してたんですけど、はい、それから IT の仕事始めて、はい、7、8年ぐらい何もやってなくて、気づいたら体重は増えてるわ、うん、もう筋肉がねなくなってるわで、うん、やばいと思って始めたんですよ。僕の10年ぐらい上の経営者がムキムキで、その人に教えてもらって、教えてっていうかその人見てちょっと衝撃を受けちゃってGMO の熊谷さんっていう人なんですけどその人に衝撃を受けて、はい、この人10歳俺よりも年なのに、うん、めちゃくちゃムキムキじゃんと思ってちょっと心を入れ替えて、へちょっと前に有名になったあのケビン山崎さんっていう人 の、はいはいはい、あのトータルワークアウトってところに、はいはいはい、僕トータルワークアウトの最初の頃のユーザーです。へー、そしたらトータルワークアウトやってたのが僕の知り合いの会社の社長だったんですよね、山本さんっていうんですけど、はい、フィールズっていうパチンコ系の会社の、うん、パチンコの IP とかエヴァンゲリオンの台とかをあのプロデュースしてる会社ですけど、はい、最近ねつぶらやプロダクション買収して、ウルトラマンの会社になっちゃったんですウルトラマン今すっごい儲かってるらしいよ。だから会社名つぶらやフィールズホールディングスとかになっちゃってる。でそこの社長がケビン山崎に会ってジム作ろうっつって、あ、その流れなんですね。そう、そうなんですね。でもともとあの明るいビルっつって、うん、あの東京の白金とかあっちの方向に、はい、あの明るいビルっつのがあったんですよ、うん、これ糸井重里さんのあの放送作家、彼の会社があのほぼ日ってあるじゃないですか、はい、ありますね。あれオーナーは実はその山本さんって人だったんですよ。へでそこのビルにあったんですよ、トータルワークアウト。そうなんですね。でもういつも同じ格好してるケビン山崎さんって、うん、でもあそこで僕はあの3週間プログラムっていうのをやって、うん、それで10キロぐらいやってたんですよ。3週間で10キロですよ。激しい筋トレと食事制限、代謝がすごい高いんで僕毎日もう寝るともう汗がすごいですもん。
で筋トレした日はもっと汗出ますよ。で僕もそこのジムで、いや堀江さん筋トレはもう結構できるようになったんで、うん、次はそれを連携させましょうって言われて、連携要は筋肉ってある筋肉とある筋肉を連携させて動くと、はい、そこに神経回路ができるから、そうですね、うん、そうすると普段からそういう動きが複雑というか、はい、連携するようになるからより代謝が上がるんですよ、うん、より太りにくくなるんですよ。そんなことできるんですか。僕だからそれきっかけでキックボクシングを始めました。キックボクシングとスピードトレーニングって、まあ、羽ばたしきってやつです。僕ぐらいの年齢になると五十肩とかになる人たち結構多いですよね。五十肩あんたもなるよね多分。あれ本当肩上がんなくなるらしいって言いますよね。なりますね、うん、あれはね、アウターマッスルとインナーマッスルが要はちょっとずれてっていうのは、アウターよりインナーの方が使わないからインナーから弱っていくんですよ、うん、年を取ると加齢でね、うん、そうするとそこがずれるんで、うん、そこが炎症を起こすんですよ。へえ、それが五十肩なんで、だから筋肉を鍛えてるとたりストレッチとかやったりしてると、はい、そういうことにはならないんですよ。だから俺そんなのなんでなるのか分かんないもん。五十肩悩んでる人はほぼ筋肉がもう筋トレ、はい、特にインナーの筋肉をやってないですね、うんうん、インナーのトレーニングは自分一人だけでやると難しいですよね。そうですね、パーソナルでやっぱりちゃんとやり方があるから、あと楽しちゃうからみんな、あとやっぱ足腰がとにかく動かなくなると、はい、外に行くのが億劫になるから、はい、人に会わなくなるから、ね、ボケやすくなるんですよ、うん、だからゴルフなんかも僕は高齢者になる前に絶対やっといた方がいいと、うん、しかもカートに乗らずに歩いてほしい。カートに乗らずに18ホール回るとだいたい10キロ近く歩きますから、しかもね、全部芝生だから足腰に優しい。コンクリートとかアスファルトの上歩くより全然いいんですよ、うんうん、足腰に優しくて、しかも自然の起伏があるんで、まあ、インナーマッスルが鍛えられるんですよ。そう、楽しんで10キロも歩けるって、はい、なかなかないですよね。ないですね、うん、そういうことね、教えてもね、うん、みんなやらないのよ。みんなカート乗っちゃうしさ、そうですね、何のためにゴルフやってんだよと言うもん、うん、俺歩くためにやってるから。でもね、これからね、うん、あれなんですよ、国は絶対予防医療にお金をかけていくはずなんですよ、うん、はい、でなぜかっていうと、これからその段階の世代の人たちがどんどんいなくなっていくので、はい、そのもう寿命でね、なので実は医療が治療中心の医療っていうのは崩壊していくんですよ、はい、だから予防の方に絶対お金をかけるはずなんですよね。あと医療費負担も大変なことになってるんで、はい、人生は意外と短い、思った通り短かったなっていうことをお伝えしたいなと思っております。私今年で50歳になります。あ、短かったですね、ここまで。幸いなことに大きな病気にもならず、大きな事故にも遭わず、この年まで生きてこられましたけれども、この中には不幸にも大きな事故に遭ったり大きな病気にかかったりして僕の年まで生きられない人もいるかもしれない。確率は低いかもしれないですけど、そういった人たちもいると思います。そういうふうなことを考えるとですね、と一日一日を大事に生きてほしいなと。僕はここに来る前にですね、朝早起きしてゴルフしてきたんですけど、やっぱ丸1日10キロぐらい歩くんですけど、10キロぐらい歩くと疲れて車の中で寝たりとかしてもまだ疲労回復できてません、まあ、それぐらいガタが来るってことです。でもね、10代の頃とかガタ来なかったっすね、全然。僕はまだ体力ある方ですけど、40代50代になると体力がない人、まあ遺伝的に残念ながら体が弱い人っていて、で体が弱い人っていうのはこのぐらいの年齢になるとすごい体力が落ちます。で体力が落ちると、これも最近気づいたんですけど、やっぱ体力強い人ってモチベーションも高いし前向きな人が多いです。体力落ちるとどうしてもなんか鬱になったりとか気持ちが沈んだりして新しいことをできなくなります。できなくなることが多くなります。ここにいる皆さん、遺伝的に体力がない人もいるかもしれない。そうすると元気で自分のやりたいことをやって活動できる時間ってあんまり残されてないと思います。なので後悔ないように自分の人生を生きてほしいんですね。僕の時代は選択肢がなさすぎました。インターネットもないし、スマートフォンもないし、 SNS もないし。だけど今はある、もったいない。例えば僕この後大学入ったんですけど、高校卒業した後大学に入ったんですけど、自分と考え方を同じ志を持って、まあ、面白いことを吸収していろいろ面白いことをやっていける友達とか仲間と出会いたくて大学入ったけど、あんまりいなかった。
っていう。でその後、まあ、インターネットと出会って、で今世界中の人たちとつながって、面白そうな人がいたらすぐにコンタクト取って会ったり意見交換をしたりとか刺激を受けたりとか、さまざまなことをネット経由でやれるようになりました。だから皆さんにはハンデがないんですよ。昔はね、高校に入らなきゃいけない、中学卒業したらなんか高校に入るぐらいしかあんまり選択肢がなくて、東京来て大学入るとかしか自分の可能性を広げてくれる場所、そういったものが32年前ですかねは僕にはそれしかなかったし、それが一番ベターな回だったと思います。いろんな運とか努力をすれば、もしかしたら蜘蛛の糸を掴んでいい生き方をできてたかもしれませんけど、うん、まあなかなかそれは難しかっただろうなと振り返っても思いますね。だけど今はそんなに行動力がなくても、そんなに特別な環境に身を置かなくても、世界で一番の知性とも出会えるし、世界で一番行動力ある人とも出会えるような時代になってます。ネット経由で、インターネット上には素晴らしい知恵が眠ってます。若くて体力があって、しかもなんか親が金出してくれてるじゃないですか。親がだいたい食事を保障してくれてると思うんですよね。成人になったら、大人になったら、基本自分で金も稼がなきゃいけないし、生活に責任を持たなきゃいけないし、法律を知らないじゃ済まされない。法律っていうのは基本的に知ってることを前提にして設計されてますから、いろいろ責任を負うことになってしまいます。金自分で稼いで責任を負って社会で暮らしていくのって、意外とちゃんと気張ってやんないと大変です。昔と違ってインターネットがある、 SNS がある、スマホがある、世界とつながれる、チャレンジできる。俺もこんな時代に生まれたらもっともっとやれたのにって、すごいないものねだりの気持ちでいっぱいです。まあでもそんなことを言ってても仕方がないので、僕は僕なりに自分ができることを一生懸命やる。一日というのは本当に誰しもね、24時間しか与えられてないですから、この24時間をいかに濃密に生きるのかということを僕は考えて生きてます。私は少しでも知的好奇心が旺盛なので、世界の全てを知りたいなって思って活動してる方なんで、まあ、もちろんみんなそれぞれ自分の思いがあると思うので、私の考え方に全て賛同する必要ないんですけれども、まあ、少なくとも皆さんも世界の全てを知るチャンスはあるので、それに向けて一緒に何かできる人たちがたくさんいるといいなっていうふうに思ってます。リモートワークとかリモート授業とか、そんな感じのことが当たり前になりました。我々がやってることは決して間違いじゃなくて、これからの時代にフィットしてよりその先を行って、まあある意味僕は得をしてほしいなと思ってるんです。皆さんにより良い自分たちがいい人生を歩めるようにしてほしいなと。私からも、まあ、ネットを通じて皆さんと常につながれるようになってますし、これから得をする人材は人に頼れる人材です。人に頼るってことはどういうことかっていうと、まあ、自分のプライド、自分で何でもできるとか、人に頼らなくてもいいみたいな、あとなんか親とか先生がこれまで多分人に迷惑をかけちゃダメだとか頼るなとか多分言ってきたと思うんですけど、僕は絶対頼った方がいいと思います。困った時があったら人に頼りましょう。もう僕にも頼っていいですし、世界中のいろんな人たちに頼ってもいいです。どんどん頼りましょう。頼ることによって、頼られた側はすごい迷惑なんじゃなくて、頼られたことによって自分は頼られる人間なんだと思って、彼らのプライドを刺激して、むしろよっしゃよっしゃって喜んでくれますから、それも簡単に SNS 経由とかで頼れるようになったんで、そういったところもぜひ頭の中に入れておいてほしいなと思います。皆さん、こういった機会があったので、せっかくなんで、僕の言ってることもぜひ頭の片隅に入れておいてもらってください。